所狭しと建てられた案内と宣伝を兼ねた野立看板の立て看板とは、街路や路地、田畑などに設けて、通行人や乗客に、店舗や企業などを PR、案内、誘導したりするための看板。略して野立などとも言う。広告の一手段であり、屋外広告物に属する。競技では、鉄道沿線に設けられた田畑に建てる、大型看板を指す。 素材はアルミやステンレス等の金属、木材、プラスチックなど設置条件に応じて様々なものが用いられる。なお、市民への啓発を目的とした行政立て看板も存在するが、これは野立て看板とは呼ばない。野立て看板の長所は通行中のドライバーや歩行者、または列車などの乗客によって確認、認知されやすい視認性の高さであり、 特に商業施設などは、この野立看板を活用すると非常に有効なケースがある。などが挙げられる。これらの性格から、とりわけ商業施設に特に重宝される広告媒体と言える。野立看板は屋外広告物法に基づいて、屋外広告業の登録を行わないと設置ができないため、専門の業者が多い。また、野立看板は屋外広告物法や、 各自治体の条例に基づいて設置の際には各都道府県知事に許可申請する必要がある。なお、野立看板の設置が禁じられている場所にはなどが挙げられる。株式会社727の野立看板、鉄道沿線における野立看板は一般に野立と呼ばれることが多い。これらは郊外の田畑などに建てられる。列車の乗客は外を眺めていることが多いために、 宣伝効果を期待できるものである。特徴としては商品、または企業自体を PR したものが多く、前述した商業地型の野立看板とは性格を意味する。交通広告の一種として、鉄道運営者が管理するケースもあるが、広告代理店が沿線の地主と交渉して、敷地を確保し、クライアントに提供する方法が一般的である。この野立に対しても、 法律で規制されており、鉄道用地から30メートル以上離さないといけない。また、高さは5メートルまで、表示面積は30平方メートル未満に定められている。さらに、自然景観を損ねないために、地色に来るおよび、原色の使用は禁じられている。ただし、自社の敷地や商業地の場合はこの限りではない。ありがとうございます。